な。よう、ストレア、買い物か？あ、うん。ユウキに何を差し入れするか迷ってるんだ。今もアスナとユウキが勉強を頑張ってて、その間に私は買い出し中。なるほどな。疲れた時には甘いものがいいって言うでしょ。でもいろいろあって目移りしちゃうんだよね。ねえねえ、一緒に選んでもらっていい？まあ別に構わないよ。一緒に。やったー、デートデート。まったく。ただいまー。よう、アスナにユキ。あ、キリト君、ストレアさんと一緒だったんだ。いらっしゃい、キリト。ストレアとばったり出会ってさ。それで勉強ははかどってるか？まあまあかな。差し入れ買ってきたよ。これを食べて気分転換してね。はい、これ。わあ、美味しそうなケーキだね。ありがとう。あとこれと。え、お菓子も買ってきてくれたの？うん、それからこれとこれとまだあって、これと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 。一体どれだけ買ってきたの？ごめん、一点に絞りきれなくて。さあ、いっぱい食べて勉強頑張ろう。勉強よりも食べることで精一杯になりそうなんだけど。平気平気、みんなで食べればあっという間になくなっちゃうから。まずはケーキから食べる？私のおすすめはね、このダークチェリーのケーキかな。じゃあそれもらっちゃうね。ほんと美味しそう。アスナたちも好きなの選んで。あ、うん。どうかしたか、アスナ？ううん、ユウキがちょっと疲れてたみたいだから元気になってよかったと思って。勉強は頭をいっぱい使うからね。これでまたスラスラ問題を解いちゃうよ。言ったわね。うっかり言っちゃった。頑張れユウキ。満足だよ。さ、食べ終わったから勉強やるぞ。うん。ねえユウキ。ん？何？あの、疲れていたら遠慮なく言ってね。ううん、大丈夫だよ。アスナの教え方すごく優しいもん。そうかな。アスナが教えてくれるから僕はこんなに頑張れるんだ。だからもっと勉強を教えて、アスナ。うん、じゃあ続きからやろうか。アスナ、やっぱり少し元気がないような気がするな。ねえキリト、この前アスナが私に癒されるって言ってたの覚えてる？ストレアのすごいフラワーアレンジメントを見た時だよな。そうそう。でも一番アスナを癒してあげられるのって私じゃないんだよね。あ、応援してあげようね、二人を。あ、おう。勇気じゃなくて二人を。何が言いたいんだろう、ストレアは。